例年お正月に近代日本画のコレクション展をやっていますのと、あと2月3月頃に新収蔵品の初公開展っていうのを別々でやることが多いんですけれども、今回ちょっと館内のメンテナンス工事が入りましたので、12月の中頃から2月の中頃までちょっと長期にわたってお休みをいただきました。でその工事も完了したっていうこともあって、通常やってる日本画のコレクションの展覧会、それから新収蔵品の初公開展というのを同じ時期に同時開催するというふうな形になっておりますので、それでちょっと長いですけれども共演近代日本画という展覧会と、もう一つ特集展示没50年奥田芳美という2つの展覧会を同時開催しているような形になっています。奥田芳美さんの作品も、これも本当にたまたまなんですけれども、昨年度11点作品を頂戴することになりまして、お披露目はするというのは決まってはいたんですけれども、ちょうど亡くなられるって今年で10年経っているのと、もっとびっくりすることに生誕90年っていうこのタイミングに展示しなさいって言われてるようなもんだなっていうのはちょっとあるんですけれどもね。で神戸をメインにメインの拠点の場として活躍をした現代美術作家さんなんですが、もともとお生まれは現在の京都の福知山なんですけれども、30代ぐらいから本格的に作品を発表されるようになってきたという作家さんです。で油彩画なんですけれども、まず最初に、真っ黒な下地を画面全体にこう丁寧に塗り込んでいって、それ下地が完全に乾ききった上で絵の具一色だけを使って、これ表現がすごく難しいんですけど、塗っていくというか塗りつぶしていくというか、真っ黒な画面を少しずつ色でこう塗りつぶしていくっていうのが一番表現としてふさわしいんじゃないかなという気はしますけれども、それもただ均等に塗っていくというよりも場所によって強弱をつけてですとか、色がすごくこう強調されるように塗ることもあればそうではなくってっていう、微妙なバランスといったらいいんでしょうかね。そういったものを割と見た目はそういうことを構わずにすごく感情に任せて描いてるように見えるんですが、非常にやっぱり一つの画面をどのように一色の色でこう塗っていくかっていうことを非常に冷静な視点でどう作り上げていくのかっていうのを非常に考えた上で絵の具が塗られているという作品になっています。その油彩画のシリーズを描かれるのが1982年ぐらいから、作品として実際に発表していくわけなんですけれども、そういった描き方、若干ちょっとその塗り方ですとかそういったものっていうのは変化はあったりはするんですけれども、亡くなるまでその作品のスタイルっていうのをずっと崩さずに継続して描いていった作家さんなので、本当にその限られたものだけで表現するっていうことの可能性っていうのを亡くなるまでずっと追求されていた作家さんだっていう言えるんじゃないかなと思います。今回のその、サブタイトルに新旧コレクションの魅力っていうのをつけているんですけれども、開館当初からあるその大谷武四郎コレクションの日本画と、あと開館以降に収集をした作品を、対照的に紹介してみてはどうだろうかっていう、そういう、ある意味安易なアイデアではあるんですけれども、そういうところで作品を紹介するとどういう視点で見られるのかなっていうところもあって、共演っていうのを最初に
タイトルとしてつけています。山下真紀の作品なんですけれども、まあ、これも実は昨年山下真紀 の生誕130年を記念した展覧会というのをやったんですが、その際に、まあ、作品を ご寄贈いただけるというふうなお話があったっていうのがございまして、まあ、その時にも展示はしたんですが、今回はまあ所蔵品として美術館の作品に、まあ、なりましたので、それで初公開するということになります。もともとあった大谷武次郎コレクションでも割といわゆる、日展院展の作家っていうのもたくさん、まあ、本当に作品見たことはなくても名前は一度は聞いたことあるという画家たちの作品も割と多く含まれてますので、そういった本当に、大家と呼ばれるような画家たちと個性派って言われる画家たちの、共演ですとか、もともとある大谷コレクションと開館以降に収集した作品との共演っていう、まあ、いろんなさまざまな、意味を重ねて、まあ、共演っていう風な形、共演っていうタイトルをつけてみたという内容になってます。